私の名前はナルミ。ターマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、その成果を持ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。この体質のせいで、いろんな人から LINE が届くんだ。相談の LINE だったり、意味のわからない LINE だったり、今回はちょっと大変なことになってたみたいで。なるみさん！すみません。私の妻がどこに行ったか知りませんか？あ、実家に帰ったって言ってるから場所はわかるんですけど、なんというかその。どうしたんですか？落ち着いて話してください。すみません。出張から帰ってきたら家に書き置きがあって、しばらく実家に帰らせてもらいますって。え？そうだったんですね。でもほら、お腹の中に赤ちゃんがいるから、一人じゃなくて実家にっていうことじゃん。俺も最初はそう思ったんですけど、なんかそうじゃないみたいなんです。LINE しても返事が来なくて、電話したら今は話したくないって言われて、その後 LINE を送っても、うんとか、そうだねとかしか返ってこなくて。それは何かただごとじゃない雰囲気ですね。ちょっと私が LINE で聞いてみます。すみません、変なことに巻き込んでしまって。とても心配なんです。こんな状態で勝手に実家に行っても気分を悪くするかもしれないし。ああ、どうしよう。落ち着いてください。何か分かったらすぐに LINE します。ありがとうございます。なるみとレミ子の LINE。忙しい時にごめんね。体調は大丈夫？なるみさん、大丈夫ですよ。ありがとうございます。嫌だったら全然答えなくても大丈夫なんだけど、実家に今帰ってるの？そうなんです。もしかして、旦那から連絡が行きましたか？まあね。あの人すぐテンパるから、今回もそうだと思いました。何かあったの？私でよければ相談に乗るけど。ちょうどよかった。誰かに話したかったんです。実は、旦那の元カノからいきなり LINE が入って。元カノさんから？確か、引っ越していった楓さんだよね。はい。妊娠したんだって？おめでとうっていきなり LINE が来て、その後に、衝撃の事実を教えてあげるって。なんて言われたの？私の旦那は種出しだから、あんたの子供は旦那の子供じゃないって。はぁ？何をふざけたこと言ってるんだか。私ももちろん否定しました。私は不定なんか働いてない。でも自分と付き合ってる時に子供ができなくて検査したら、旦那は子供を作ることができないと病院から言われたみたいで。けど妊娠した時、旦那さんが喜んでくれたんだよね。はい、もちろんです。でも、もしかしたら心の中で私を疑っていたのかもしれないと思って。自分には子供を作れないのに、私が妊娠したのは不倫をしてできた子供。だけど子供欲しいから黙っておこうとか、そう思ってたんじゃ。そんなことを考えたら、旦那の顔を見ることができなくなって。私も旦那さんもあなたのことを信じてる。そのお腹の子供は、ちゃんと旦那さんとの子供だよ。ありがとうございます、なるみさん。こんな話、むやみやたらに人にはできないし、もちろん、お父さんお母さんにも言えないし、楓さんとちょっと話してみるよ。え、でも、大丈夫。どんなつもりで言ったか私も気になるし、ちょっと行ってくる。楓となるみの LINE。久しぶり、元気？なるみさんあたりから LINE が来ると思った？っていうことは、私が何の話をしたいかも分かってるんだよね。言っとくけど、私は嘘なんか言ってないからね。ちゃんと検査をした結果、あいつは子供を作れないからだって分かったの。だから不定を働いてできた子供があいつのお腹の中にいる。このことを話して、達夫は返してもらう。は？あいつは私から奪ったのよ、達夫を。何言ってるの？二人が付き合い始めたのは、あなたと別れた後だったんでしょ？私から奪った！なんなら二人が付き合ってるってことを知らなかったじゃん、レミ子さんは。結婚した後にそれを知ってびっくりしてたもん。あいつが結婚しなかったら私のとこへ戻ってきてた。達夫には私が必要なの。だからあの女は私から奪ったも同然。選ばれなかっただけでしょ。は？破局した後によりを戻せず結婚したのがそんなに悔しいの？奪ったんじゃなくて、あなたは最初から何も持っていなかったの。そうやって私を怒らせても無駄。あそこの夫婦関係はもう終わるはず。そんなことさせない。だって、じゃあ誰の子供なのよ。何度も何度も検査したけど、あいつは子供を作れない。達夫が何も言わないのは、本当は真実を受け止めたくないからじゃない？自分の愛する妻がよそで子供を作ったなんて信じたくないもんね。そんなことあるはずない。なるみさんはあの夫婦の何を知ってるの？いくらでも人前で猫をかぶって良くすることなんて簡単なのよ。それだけじゃない。ちゃんとわかってる？二人のこと。そんな友達ぶらなくてもいいの。だってあそこの夫婦関係が終わるのは目に見えてる。レミ子なんかいろいろ考え込んで実家に帰っちゃったんでしょ？そのまま離婚でも何でもすればいいのよ。そうすれば私のところに達夫が帰ってくる。二人に何かあったとしてもあなたのところに行くことなんてない。そんなのわかんないじゃん。今も二人でラブラブラインしてるよ。達夫さんと？そういうこと。もう次に乗り換えようと準備してるのよ。ありえない。なるみさんがなんて言おうと事実は変わらないけどね。あの女は浮気をして子供を作った最低女。旦那は子供を作れないんだからね。ということで達夫は別れた後に私がいただきます。嘘ついてんじゃねえよ。え？あの夫婦のことを知ってるって言ったでしょ。私の友達に情報通のママさんがいて全部調べ尽くしてるから。はあ？私の親友のゆりとひまわりって言うんだ。とりあえずあなたの誤解を解きに行かないと。はあ？ちょっと勝手なことすんなよ。邪魔したら絶対に許さないんだから。達夫とレミ子となるみの LINE。 状況が分かりました。なるみさん。レミ子、何か悪いことしたなら謝るから一緒に頑張ろう。俺仕事ばっかりじゃなくて家のこともちゃんとするし、子供の面倒だってちゃんと見る。だからお願いだ。悪いところがあったら言ってくれ。悪いところなんて。レミ子さん、嘘をつかれていたんです。嘘？あなたの元彼女、楓さんに。あいつか、やっぱりそうだと思ったんだ。いきなり LINE してきて、食事に行かないかとか言い出したからおかしいと思った。正直に話してみて、レミ子さん。大丈夫だから。なるみさん、わかった。あのね、楓さんから言われたの。あなたは子供を作れないって。え？自分と付き合ってる時に検査をして、子供を作れないことは分かってる。だから私の子供はあなたの子供じゃないって。はあ？あいつそんなふざけたこと言ってたのか。もう許せない。本当なの？嘘だ。え？何度も言ってきたんだ。私は子供が欲しいのに子供ができないのは俺のせいだって。否認もしてるのに。子供なんかそう簡単にできるわけないだろって話してるのに。あなたは男として劣ってるからそういう風になってんの。私のお母さんもめちゃくちゃ怒ってるよ。男としてだらしないって。とか言い出して、病院で検査したっていうのもあいつの嘘だ。嘘なの？本当は検査なんかしてないの？検査なんかしてない。勝手に検査に出したとか、意味わかんないこと言ってたんだけど、絶対に検査結果を見せないし、病院の書類も何もない。じゃあ、嘘つかれてたの？まさかこんな嫌がらせをしてくるなんて思わなかった。別れてから一度も LINE してないし、電話もしてないし、会ってもない。それなのにいきなりこんな。そうだったんだ。ごめんなさい、私。あなたの話も聞かないで一方的に。しょうがないよ。妊娠してる時って気持ちの上げ下げ激しかったりするし。こんな嘘をついたあの人を私は許せない。なるみさん？俺も許せません。大切な時期に、妻にこんな真似をしたあいつを。だいたいなんで今頃嫌がらせなんか。あなたのことが今でも好きだって言ってた。俺が好きなのはレミ子だけだー！なるみさんもいるんだからやめてよ、恥ずかしい。俺は全然恥ずかしくない。お前を抱きしめながら、お腹の子供とお前が一番だって言いながら、街中を練り歩いてもいい。お前のことが好きだって、世界中の人に聞いてもらいたい。それぐらいお前のことが好きだ！熱々だね。ちょっとやめてよ。私今すぐそっちに帰るから。ちょっと黙ってて。好きだ好きだ好きだ。お前を不安にさせた分俺はこれからももっとフォローしていくから。心配なら検査だって受けるし、一緒に病院に行こう。ちょっとやめてってば、恥ずかしい。あなたの気持ちは分かったから、少しでも疑ってごめんなさい。病院には行かなくても大丈夫だよ。え？私の親友のゆりの話は2人も知ってるでしょ。ああ、なるほど。もしかして俺に子供ができるかどうかも分かってる感じですか？もちろん。後で証拠も持っていくってさ。なんか噂で聞いたけど、目の当たりにするとすごいね。確かにすごすぎるというか、ちょっと怖いというか。大丈夫。2人を守るためにデータを使うとしても、2人に迷惑かけるようなことは絶対にないから。もちろん信じてるんだけど、なんか普通にすごいなと思って。なんか慣れてるなるみさんもだいぶすごいな。私もそれちょっと思った。今から帰るから、美味しい夜ご飯一緒に食べよう。俺が作るからゆっくり横になっててくれ。なんか一瞬ディスられた気がするけど、まあ、いっか。それじゃあ、あの邪魔者の処理を。ゆりとひまわりと楓の LINE。今回のことは絶対に許しません。妊婦さんを不安にさせて、一つの家族をめちゃくちゃにしようとした罪は重いです。あ、なるみさんが言ってた、親友です。親友でーす。なんか全然返事が返ってこなくなった。もしかして、あの二人私のことをブロックした？達夫は私よりあんな女がいいの？励ましてあげるために食事に誘ったのに。あなたの嘘はバレています。子供ができないと嘘をつくなんて本当に考えられません。私の成美さんを悲しませた罪は重いです。成美さんの友達を悲しませ、成美さんの心を傷つけたお前は死刑。満場一致で賛成です。私から彼氏を奪ったあいつが悪い。なんで私はずっと独り身で、あいつは結婚して子供までいんの？そんなの不公平だと思わない？だいたい部外者のなるみさんが口を出してくんなって話だし。なるみさんはとても心優しい人なので、お友達が傷ついているのを黙って見過ごすことはできません。本当に優しいもんね。なるみさんは女神様みたい。女神って何言っちゃってんの？なるみさんは綺麗で可愛くてとても心が広くて全てが神々しい。なるみさんを見るときはいつも五光で目が潰されないようにしないと。ああ、神様。なんであのような尊いお方が地上にいるのですか？なるみさんは本当は天女なのではないでしょうか？もしかして神様が天界に存在させるなるみさんを間違えて下界に下ろしてしまったのでは？はいはい、妄想はそこまでにして話を進めていきますよ。こいつ頭大丈夫？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしてます。なるみさんの話をするときは意識が半分飛んで、もしかしたら薬でもやってんのか？と思わせることができるのもゆりの特徴となっております。なるみさん、なるみさん、なるみさん。友達思いのなるみさん好き。シューキ。なるみさんの笑顔のためだったら私なんだってしちゃいます。え？ご褒美に一緒におねんねしてくれるんですか？いやー、永眠しちゃう。という、ちょっとやばい人なのであまり気にしないでください。だいぶやばいでしょ、この人。けど怒らせたら一番怖いんですよ。怖いのはあなただと思いますけどね。あ、おかえり！今回のこと私は絶対に許しません。許さないって言われてもね。赤ちゃんがいる大切な体なのに、よくもあんな嘘をつきましたね。嘘かどうかなんてわかんないじゃん。さっきも言った通り、ゆりは調べ尽くすのが趣味なので、あなたの話が嘘ってこともバレてます。あっそう。じゃあ他の方向から攻めよ。もう許しません。あなたのことは痛めつけて痛めつけて痛めつけて最後に消す。え？今回のお仕置きはどんなものにするの？今私が考える中で一番ひどいものを行うつもりですが、それだけでは足りませんので、他の人の知恵を借りようと思います。今考えてる一番ひどいものは？まずは耳の中に虫を入れて耳を閉じます。耳の中でゴソ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 鼓膜を食い破ってもらいましょう。わーお。何の話してんの？虫なんて無理。NG だから。そしてその後は口を針で縫い付けます。その後行う拷問が痛ければ叫ぶことになりますが、その場合は口が裂けるでしょうね。もちろんその後はまた縫うので、あんまり叫びすぎると唇がなくなるかも。なるほどなるほど。それから？ねえ、私にそんなことしないよね。っていうか、できるわけないし、嘘ついただけでそんなこと。口は災いのもとですからね。あとは地味に見えて一番痛い爪の間に針を刺していって、どこかの指を一本切り落として、あとはお腹の中に虫も入れて。もうちょっとそこら辺でいいや。お腹いっぱい。ねえ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 、嘘だって言って。嘘なんでしょ？私嘘は嫌いですから。なるみさんに迷惑をかけて、なるみさんのお友達も傷つけたんですからしょうがないです。わかった。もう関わらないし土下座だってします。これでいいでしょ。いいわけないだろ、ゲス野郎。お前みたいな人間は生きてる価値ねえんだよ。さっさと行け。行けと行けがかかってるね。それじゃあさようなら。いい来世に期待してください。私は今世に期待したいのよ。なんでちょっといたずらしただけなのに。来ないで、来ないでー。その後、レミ子さんと達夫さん夫婦は喧嘩したわけじゃないけど、仲直りして今もラブラブしてる。お子さんも無事に生まれて、すごく溺愛してるよ。目元がレミ子さんに似て、口元が旦那さんにそっくり。すごく可愛くて、溺愛して、達夫さんはチュッチュして、レミ子さんからそれ以上しないでって怒られてるみたい。本当によかったよ。幸せな結婚生活をこれからも続けてほしいね。楓さんはというとあの後、ユリに連れて行かれていろいろな拷問を試されてる。ユリは笑いながらスケッチブックにお絵描きなんかしてるってさ。いいですね、いいですね。もっと痛そうな顔をしてください。耳に虫が入ってる時はどんな音がしますか？あ、口を縫い付けてるので喋れませんでしたね。よかったら喋るの？手伝ってあげましょうか？あなたがしたことはそれだけひどいことなんですけど、分かってますか？ちゃんと反省してますか？泣いたところで許しませんけどね。って寝言言ってて、さすがの私も怖すぎと思ったね。今回はユリも相当ご立腹だったからしょうがないお仕置きだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。